こんにちは、チョメです。ではストーリーをやっていきます。右上のストーリーから第4章が出てきた。やったぜ。4章クリアで星4キャラ以上確定。マジか、早めにやりたい。グレンだったかな。あ、冠爺さんおるじゃん、左。グレン再び。あ、霧立山に行くからね。冠爺さん出てくるんか。残り1人の勇者の手がかりがない。するとドワールがとある人物を連れてきた。果たして3人目の勇者は見つかるのだろうか。冠爺さんもしかして。グレンではないよな。グレンなのかな。グレン再び。っていうかね、なんか変だなと思ってたんでね、ファンタジーライフリンクのさ、動画投稿してるんだけど、居眠りドラゴンと冠爺さんっていうタイトルのやつがね、ちょっとだけ伸びてたわ。ピコリのどうしたの？二人目の勇者も見つかったのは良いことだけど、三人目の勇者の情報が全くないからね。確かにそうですね。四人目チョメさんだからね、多分。なんか、次のきっかけがあると良いのですが。皆さん、いや、まさか、まだまだ先っていうのは予想外で、あ、この声は、ドワールかな？あ、やっぱり、ご機嫌いかがですか？今日は案内してほしいという人を連れてきましたよ。まあ、どなたでしょう？なんか企ら、おお、びっくりした。久しぶりだな。ピコ、グレンがボスとかじゃないよね。闇落ちしててからなんかグレン操られてるって可能性もあるよな。あなたはグレンさん。なんかいろいろラスボスっていうかさ、考えるのって楽しいよね。覚えていたか。今日も怒っているのでしょうか。だから、この顔は生まれつきだ。ごめんなさい。だって、まあ、生まれつきか。ごめんな。ちょっと、ね、生まれつきだったら、お二人は知り合いだったのですね。お前たちの最近の噂は聞いている。勇者などというわけのわからない存在を探しているようだな。ピコピコ。勇者などおとぎ話だ。お前たちは本当にそんなもので闇の力を抑えられると思うか？まあまあ、グレンさん、本題に入ってはいかがでしょう。なんかグレンがさ、ここのラスボスでさ、ドワールが裏ボスって感じがしてきたな。うん、そうだな。グレン利用されてるって感じが。相談ですか？勇者などに興味はないが、しばらくお前たちと行動を共にすることに決めた。ということは、勇者探しを手伝ってくれるの？で、グレンを倒したらグレンが仲間に入るっていうか、まあ、もらえないと思うけどね。ただの監視だ。お前たちを見ていれば、神の狙いもわかるかと思っただけだ。とは言っていますが、グレンさんも世界を守ろうとしている。つわも、だってここまでドワールが出てくるっていうのがおかしいもんな。モブキャラだったらこんなに出てこんから、多分ドワールがラスボスです。神の使いとグレンさんが組めば、100人力と思い連れて、お連れしました。わかりました。グレンさんがいたら心強そうですね。うん。お前たちの力と本心、俺の目で見極めさせてもらう。もし、害悪だったら、その時は、怖っ。ぶ、そうですけど、わかりました。だけど次はどうしようか。まだ何も決まっていないんだ。冠爺さんのところ行こう。霧立山。霧立山にとんでもない男がいる。何か知っているかもしれん。おう、あの方のことでしょうか。私もお会いしたい方です。そもそも勇者などが本当にいるとしたら、やつこそが。わかりました。行きましょう。霧立山で。まだ生きてたんだね。ひどいこと言ったら今。ごめんなさい。闇の鼓動。スタート。いや、楽しみだな。早くクリアしよう。グレン再び。クリア。今日全クリしてマルチやりたいな。よし。結構ある ?1、2、3。あ、結構あるね。霧立山の管理に。あ、やっぱり。来たよ、冠爺さん。で、マルチっていうか、冒険してる時あったかな？じゃあ行きましょうか。決定。まだ山頂には行けん。おお、マジか！心強いぞ。グレンが仲間に入った。てか、これグレン使ってる人ってどうなるの？グレングレンになるんかな？ダブルグレンになるんかな？ちょっとそこ見てみたいわ。ちょっとね。ちょっと、これ実況が全部終わったら、ちょっと見てみるか、他の人の実況。これが霧立山なんですね。ピコー。今んとこ見てないからね、他の人の放送。ネタバレが怖いから。いたた、首が。ピコ。あ、チョメさん、見てください。すごい霧立っています。まあ、霧立山だからな。ピコピコ。足元を見ていないと踏み外すぞ。グレン、
わ、お、確かにね、踏み外したらもう一発で終わりだな。いいか、ここからまっすぐ登っていくと山頂への道がある。まあ、下海だけどさ、どこから這い上がれるかって感じだよな。その途中、山の中腹あたりには霧立山の管理人が住んでいる。今回はそいつに会うのが目的だ。行くぞ。よし、じゃあ一気に行きましょうか。いや、確かにそうやって言われたら、見てこれ、落ちたら終わりだね。だって登れないもんね。霧立山の管理人と話そう。あ、王国兵士がおった。うー、困ったな。こんにちは。わあ。なんだ、びっくりさせないでくれよ。マスタング隊長かと思ったじゃないか。マスタングだぞ。怖い人だった。グレンさん。ふん。どうされたんですか？いや、最近この山道にシャモが増えているらしくてさ、鶏のことね。ほら、各地でモンスターが凶暴化するって噂もあるじゃない。だから、コケって鳴き声が聞こえるたびにビクッとしちゃうんだよね。この山でもモンスターが凶暴化しているということは、なんとも嫌な予感がしますな。兵士さん、私たちが見ていきましょうか。え？神様の使いにお任せあれです。シャモを倒してくるってことだな。じゃあ、ちゃっちゃとやりましょう。あい、シャモちゃん。ごめんよ。上にもおるんかな。ブレインよりなんか強くなってるわ。まあな、鍛えてるからな。あ、でもブレンを育てたらブレンの方が強いんだろうな。でもブレンがさ、一緒におるって心強いな、ほんと。よし、オッケー。っていうことはラスボス強いのかな、そんだけ。いや、グレンが多分ラスボスになるかもしれんけどな。あの子たち大丈夫かな？今にもコケって聞こえそうな。戻りました。あ、でもそれはないかな。びっくりした、シャモかと思ったよ。あ、すいません。なぜかよく驚かせてしまうんですね。ところで、王国兵士さん、サンドはもう安全だと思いますよ。え、本当？暴れているシャモがいなかった？チョメさんとグレンさんがあっという間に蹴散らしちゃいました。君たち強いんだね。でもありがとう。これで隊長にも怒らなくて済むよ。やっぱ最初のガチャね、星5のね、戦闘系キャラを1個は引くべきだと思ったよ、ほんと。お前も王国兵士なら、もう少しシャキッとしろ。まあ今は順調だけど、今後アップデートされていったら、やっぱりね、強いキャラって必要だからね。はい。だから、イリスマラほんと頑張ってください、みんな。今から始める人は。まあまあ、グレンさん、怪我もなく良かったとしましょう。まあ、星もなくてもクリアできるかもしれんけど、いた方がいいよな、今後のためにも。よし、こう。行きましょう。白根が強い。あ、白根って男の子らしいよ。みんな知ってた？じゃあ入ろう。入れたね、冠じいさんの家。お、懐かしい。どなたじゃな？まだ生きてたね。こんにちは。ピコピコ、こっちの方が見やすいね。ふう、真っ白な女の子に真っ白な古流。随分と珍しいお客が来たようじゃ。おじいさんがこの闇の管理人の方ですか？いかにもわしがこの山の管理をしている冠じいさんじゃ。すごい方なのでしょうか？ほっほっほ、すごい人などではない。そうじゃの、ついでにすべてのライフを極めたものと言われているくらいじゃ。なるほど、すべてのライフを極めた。だから、冠じいさんっていうファンタジーライフリンクの実況はちょっと伸びてたんだね。それついでなんですね。そこのお主。は、もしかして冠じいさん、チョメさんのことを、ピコピコ。誰じゃ？この人はよく嘘つくから、要はかんねんだよな。うん、茶番はそこまでにしろ。今回はちょっと真面目だけどさ。初めて会った時、めっちゃ嘘ばっかついてたからな。お主たちはナモナから来たんじゃろ？はい。そちらは神様の使いの、確か、なんか普通になってるね、ファンタジーライフオンラインでは。チョメさんです。そうじゃ、そうじゃ。初めてお目にかかります。私、ドワールと申します。クルブルク王家の皆様とはいろいろお仕事をさせてもらっています。てんてんてん。ほっほっほ、そうかそうか。して今日は何用かな？あ、はい。実はこの世界が滅びの竜という闇の力に狙われていまして、私たちは世界の危機に現れるという三人の勇者を探しているのです。滅びの竜の闇の力、三人の勇者。なるほど。うん、果たして勇者なのが本当にいるのか役に立つのかはわからんがな。グレンかな？最後の勇者。男だと思うんだよね、最後。ふむ、歴史の中、確かに勇者の記録はある。
その昔からたびたび勇者は世界の危機を救ってきたそうじゃ。仮に勇者がいるとするならば、あんたこそ勇者に近い存在ではないのか。ほっほっほ、勇者とは力のみでは選ばれぬ。運命が呼び寄せるのじゃ。まあ、王国兵士たちの調査も行われているようじゃから、そのうち何かわかるかもしれん。あいつらにとてもまともな調査ができるとは思えないがな。グレンさん、王国兵士さんたちと何かあったんでしょうか。こやつは元王国兵士じゃよ。あ、そうなんだ。竜殺しとも呼ばれておったな。へえ、傭兵だけどな。殺されますか。殺さん。昔の話、あ、でも剣はあれか、王国兵士の剣か。片手剣だから。そうじゃ、グレンよ、お主が勇者になってみればいいの。何よ、バカなことを。おお、確かにグレンさんなら勇者がお似合いですな。ドワールが勇者ってわけじゃないよな。だって前から、なんか企んでる感じだったか。ちなみに、チョメよ、今回お主たち一行に出会い、一つ確信したことがある。じゃが何を確信したかはまだ秘密じゃ。ほうほうほう。まあ、また来るがよから。何、ラスボスがおるってこと。はい、わかりました。いや、この竜が勇者ではないよな。聞こえるのが。それもあるのか。じゃあ次はどこだ。左か。これを見て、あそこに行くのか。よし。多分これで終わりかな。タップ。どうしよう。すっげえ可愛い王国兵士出てきたぞ。でも他に道はないんだよな。どうかされました。え、そのちょっと大事な調査をしてて、霧立ちの山頂の方を調べたんだけど、この山道にいるモンスターが邪魔で。だったら戦って倒せばいいだろう。その腰の剣は飾りか。そんなことはあんまり煽っちゃいけんよ。グレンさんだ。大丈夫ですよ、チョメさんが何とかしてくれます。うん、じゃあ何とかしてあげましょう。上だね。そんなに強い。じゃあ、お前構えてんな。こんなところに。まあ、でもこのモンスターも悪気はないと思うけどな。まだおる。まだおったわ。ここか。あ、本当はね、イエロー、まあいいや。掘ろうかと思ったけど。あれだからね、ストーリー中だから掘らない。よーし。あと、これがラストかな。よーし。OK ね。クリア。うん、今回はこれぐらいで終わりかな。結構実況時間経ってるから。よーし、OK。よーし、今度こそ、行くぞ、行くぞ。まずは一歩を踏み出して。ふう、よし、なんとか行けそうだ。もう一歩。終わったぞ。わ。って、もう？あれくらい大したことない。あ、ありがとう。誰かが倒してくれるのを待っているようじゃ一人前になんてなれないぞ。はい。まあ、怖かったんだろうね。あ、消えちゃったタップ。早いな、どっか行くの。チョメさん、そろそろナモナに王国に戻りましょうか。ピコピコ。王国って言っても冠じいさんの情報しかないけどな。お前たちはいつもこんなことをやっているのか。はい、人助けも神様の使いとしてのお仕事ですから。まあ、マイペースでええよな。なんというか、地味だな。え？こんなやり方でお前たちの目的は果たせるのか？それはわかんないけど、やらないよりマシでしょ。お人よしなのか、暇なのか。まあ、グレンさん、これもこの方たちの良きところですぞ。すまんな、効率棒じゃなくて。めっちゃ効率プレイしないと、このグレンに怒られるわ。グレンガチ勢だわ。エンジョイ勢とガチ。おい、グレンに切られるわ。危ねえ、切られる。ああ、楽しかった。第1話、霧立ち山の管理人クリア。結局、勇者は分からずじまいか。今日で終わるかな。お、終わった。報告して終わりましょうか。では今日の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。ご視聴ありがとうございました。次回は、巡る運命をやっていきます。では失礼します。